実績十分のドグラス。広島時代には21得点取ったシーズンもありました。利き足は左、柔らかく決めた。エスパルス先制。いや、しかしちょっとイメージと違う PK でしたよね、はい、まさかああいう柔らかい PK を受けると思わなかったですね。まあ、こういったプレーもできるというね、はい、非常に柔軟性のあるところを見せました。権田を、まあ、寝かせてから、そう、ね、タイミングだけでね、あとはコースはもうどうでもいいという、それどうでしょう、はい、もうこれまでのドグラスのプレーとプラスして、はい、これは非常にこうキーパーとのこの後の残り時間の試合展開に駆け引きをしているんじゃないですかね。これ権田にとっては非常にこういったプレーを見せられると、はい、非常に対応しづらいと思うんですよね、キーパーとしては非常